ーリとかランボルギーニの方が日本走ってる台数は多いんちゃうかな。かなり珍しい。すごいね、コンパクトやけどスポーツカーはかっこいいね。はい、皆様おはようございます。キースジャガーです。目的地大津まで行きます。ちょっと動画2つに分割しました。第2部です。よろしくお願いします。令和元年12月1日日曜日、朝の7時ちょうどになりました。おはようございます。第2京阪、北行き京都方面行き、京田辺パーキングエリア止めておりましたが出発です。はい、このまま青いレーンですね、これまっすぐ行きますと京田辺松井という出口出てしまいますんでご注意ください。はい、この今書いてある京縄道方面と書いてます。これは一番左2車線分かな、一番左2車線分のゲートが京縄道の方に行く道ですね。はい、第2京阪京田辺本線料金所、第2京阪京田辺本線料金所北行きです。こちらこのまま、北向いて京都方面向かいます。制限速度80キロの道路です。開けて朝焼けが眩しいな。片側3車線の道路、制限速度80キロですね。第2京阪の北行き京都方面行き京田辺本線料金所超えました。眩しい。右から太陽が眩しいね。人スピード出すぎるな。薄く下ってるんでね、スピードが出すぎて言ってしまいますけどね。制限速度80キロです。私の車は76キロ以上出したらダメなんてビンビン言うんですよ。80キロの道路を80キロで走らせてくれません。だからやないとよう走らんねんな、レクサスっていう車は。まっすぐ走るのが苦手なんかな。まあ、軽くレクサスをディスりながらですね、レクサスじゃなくて奈良ナンバーをディスってる感じなんです。まあ、余計なことはあまり言わないでおきましょう。およそ700m 先斜め右有料道路入り口です。日曜日の朝の7時なんで交通量は知れてます。お仕事の車がほとんどいませんですが、これぐらいの時間帯はちょっとレジャーに遊びにお出かけになられてる車が結構いまして、そういった車が結構イケイケで走ってるんで意識したいと思います。まもなく斜め右有料道路入り口です。はい、第2京阪北行き京都方面行き、ここ何の入り口、八幡東入り口ですね。第2京阪北行き京都方面八幡東入り口です。神々な人間にとっては八幡っていうのは言いにくいですね。八幡やったら言いやすいけどね。一緒か。八幡です。八幡ではございません。ちなみにもう京田辺のあたりもそうですが、京都府に入っております。
はい、第2京阪の北行き京都方面行き久美山南出口です。久美山南、久美山南の出口です。久美山南の出口を過ぎますと久美山ジャンクションまで2キロです。片側3車線、制限速度80キロの道路です。久美山ジャンクションからはね、3車線あって一番左車線から左に出ていきますと、まあ、刑事バイパスっていうところにまず入ります。刑事バイパス右側に取りますと名古屋方面、まあ名古屋までは刑事バイパスで行けないんで、あの滋賀の瀬田あたりで名神に合流するか新名神に合流するかそんなやったと思います。で左に曲がりますと刑事バイパスは、大山崎ジャンクションまでですね。大山崎ジャンクションで名神高速道路の大山崎と接続しますし、そのまま名神の方行かずまっすぐ行きますと、あの京都縦貫道という道路、綾部とかあっちの方向いて日本海の方向いて走る京都縦貫道に接続してまいります。まもなく、久美山ジャンクションです。はい、第2京阪北行き京都方面行き久美山ジャンクションです。左に出ていきますと刑事バイパス、名神高速道路京都縦貫道入れます。はい、久美山ジャンクションを越えます。制限速度80キロです。新しいルートでご案内します。第2京阪、京都方面、北行き京都方面、久美山ジャンクション越えますと間もなく終点ですね。間もなくではないのかな。また第2京阪帰ってるな。しつこいな。しつこいな。阪神高速に変わらんな。まだしばらく第2京阪ですね。ごめんなさい。はい、小倉池です。小倉池のこの出口の手前、これ左からは久美山ジャンクションからの合流の車が来ます。入ってきます。久美山ジャンクションの合流が先にございまして、間もなく、第2京阪京都方面北行き小倉池の出口です。小倉池出口です。小倉池の出口を越えました。越えたらば小倉池本線の料金所ですね。これ第2京阪なのか阪神高速なのかはっきりしてほしいな。どっちやろ、わからん。どっちとも書いてなかった。高いんです。割引しても2400何も取られた。高い。はい、ここから60キロ、おそらくね阪神高速8号の京都線に入ったかと思います。池本線の料金所を超えました。制限速度60キロ、料金所出てすぐ60キロやったんですが、ここから80キロに戻りますね。再加速。はい、この壁を隔てて左側走ってるのが、何号線やったかな。とりあえずあの国道1号線と並行して走ってるんですよ。あの古い国道1号線とね、古い国道1号線は、さらに左側です。西側に、さらに一本西側に走ってる感じですね。
こしいな。新しい国道1号線ですね、この左側走ってるのが。その300m か 400m かを西側を走ってるのが古い1号線なんですよ、国道1号。普通に国道1号線と言いますと、その古い方を言いますね。新しい方はわざわざ新しい方と言わないとちょっと不親切かなと、通じないかなみたいな気がします。ああ、ほんであれやね、やっぱりあの小倉池のあの本線料金所越えますと、ここやっぱり阪神高速8号京都線ですね。阪神高速8号京都線北行き、まあ、京都方面というか京都なんでね、ここは最後、どこだ、鴨川越えて山城やったかな、そっち方面です。あの大津の方向いて走ってますんで、阪神高速8号京都線伏見の入り口越えました。今左から合流があったのが伏見入り口です。およそ1キロ先左方向高速道路出口です。阪神高速8号京都線制限速度80キロ、片側2車線ですが途中で1車線に絞り込みがあります。阪神高速8号京都線北行き、山科やね、ごめんなさい、めちゃくちゃ言ってるな。山科方面、城南宮南の出口です。南部南出口です。およそ 700m 先左方向です。制限速度80キロ、阪神高速8号京都線山科方面行き北行きです。城南宮南の出口越えました。城南宮南の出口越えました。降りられた場合次の次の信号ぐらいかな、大きい信号を左に曲がってもらうと、古い1号線に出るんですね。古い方の1号線で、その古い方の1号線右に曲がってすぐに名神高速京都南の入り口がありました。ということでカーナビは京都南から乗れよということで、今の出口降りるように言ってたんですね。名神高速京都南の入り口に接続しようと思ったら、左方向です。刑事バイパス大山崎から回ってきてもいいんですが、長南宮南から降りていくと早いのかなと、ぐるっと回らなくていいので近いですよねっていうことですね。はい、すみません、ここはなんか長南宮北入り口です。長南宮北の入り口、およそ、はい、左の長南宮北の入り口を終わりますと、すぐに右手上鳥羽出口、上鳥羽出口です。堀川通り乗ります。上鳥羽出口、右側に上鳥羽出口通り過ぎました。およそ阪神高速8号京都線制限速度80キロから60キロに、先ほどの城南宮北の、入り口と上鳥羽出口のあの辺りから60キロに制限速度を落ちましたのでご注意ください。そして、60キロになった区間、この区間は1車線です。1車線ですし、鴨川西の辺りまでね、多分カーブが続くんだか、カーブがきついんだかで、運転、十分注意されてください。新しいルートでご案内します。はい、京都市の伏見区から南区に切り替わりましたね。基本的なことはどうでもいいか。逆光が眩しい、朝日が眩しい。鴨川西の出口が間もなくですね。鴨川西の出口はありますが、鴨川東は出口ないと思いますね、おそらく。
で鴨川東はもう出口出れなくて山科が終点となってます。阪神高速8号の京都線全線をご紹介いたします。はい、まず鴨川西出口、鴨川西出口河原町通り、国道24号線にも出れますが河原町通りに降りられます。鴨川のちょうど西川を走っているまあ一番なんていうかな、京都の町の中の一番東側に当たるかな、結構使いやすい河原町通り、交通量も多いんですが結構スムーズで使いやすいなという印象があります。料金は940円です。はい、鴨川東、鴨川東の入り口から乗ってきた車もう一区間しかないんですけどね、山科の方に向いては一区間しかございませんが鴨川東から乗られると今のところから合流してまいります。鴨川を渡ったところに、あるということで、長いトンネルを抜けますと、阪神高速8号京都線山科出口終点となります。阪神高速って言ってて阪と新やのに、京都線なんか阪でも新でもないからね、大阪でも神戸でもないから、なんで阪神高速っていう名前をわざわざつけるかなぐらいの感じですけども、まあ、阪神高速はお金出して作ったんかな、大変便利なんですけどもね、半でも死んでもないじゃないかっていうところでちょっと突っ込んでいただけたらありがたいかと思います。はい、動画はねこのままちょっと進みまして、京都東乗っちゃおうかな、名神京都東乗りましょうか。まあ1号線下道走ってもよかったんですが、私の目的地的にはもう京都東乗ってもどうせ大津ですぐに降りてしまうので別に乗らなくてもいいんですが、ちょっと動画で名神高速に接続するところが見たいという方のためにサービス精神の押し売りでですね、このまま阪神高速8号京都線終点山科出口から、名神高速京都東入口まで、インターまで、京都東インターまでのご案内もいたします。引き続きよろしくお願いします。あー眩しい、朝日眩しい、あーすごい逆光、まもなく高速道路出口です。はい、出ました、まもなくというか出ました、阪神高速8号京都線山科出口、こちらが終点です。ここからね京都外環状線っていうのがあるんですが、その外環に出るまでがしばらくちょっと走りにくいね。右は右折車もいるし、左は路上駐車が結構多いんでね、ちょっと走りにくいかな、この何キロか、2、3キロあるかな、その外環状線に出るまでの区間がね、大阪の国道170号線の外環状線とまた違います。これ京都の外環状を使いますから、またちょっと説明しますね、後でね。今日は日曜日の朝ということで、今のところまだ路上駐車はありませんね。新しいルートでご案内します。はい、新しいルート 1.3 キロ先左曲がります。 1.3 キロほどちょっと私が言うてる走りにくいっていう道路を走って、外環状線っていうところにぶち当たります。
幅も決して広くないし、左側にちょろちょろっとお店があったりするんで、左側に路上駐車がまあまあいるんですよね。平日なんかやったら特にもう左側は路上駐車多いですね。で、片側2車線なんで、右車線から右折車がいたりすると、右行ったり左行ったりせないかんような、わずか 1.3 キロぐらいしかないんですが、ちょっとストレスのある道路かなと、まあ、トラックとかトレーラーを乗る私からしたらそういう感じがいたします。乗用車は狭くないかもしらんけど、トレーラーからしたらちょっと圧迫感ありますね。ちょっと狭い感じがします。制限速度50キロです。あー、路中見えてきたな。チカチカしてるな。もうの朝だろうが何だろうが、結局路上駐車なしでは通れませんね。平日の日中はもっと露骨に路上駐車きついっていうことですよ。なので警察の方取り締まっていただいてもいいんじゃないかと思います。走りにくいですこの道は。交通量も多いんでね、チカチカしているあの路上駐車、あれをかわすのに右に行かないといけないけど、交通量が多いから右側はいっぱい並んでるので車線変更ができないね。なかなか出てもらおうか一回ここで。反対車線もあれトラック止まってるけど、およそ300メートル先左方向です。ローソンやったら駐車場止めたらどうかなっていう感じもしますけどね。この道路本当に交通量あるんでね、迷惑なんですよね、路上駐車されると。はい、路上駐車こんだけいますね。何してるんやろね。これパン屋さんが流行ってるな。あのパン屋さんめっちゃ凝ったな。私も路上駐車してパン買いに行こうかしら。あれ流行ってる店やな。日曜日の朝の7時22分ですよ今。あんだけ外に車5台も6台も路上駐車してパン屋さんの中も10人ぐらいおったんちゃいますかね。お客さん黒い人影がいっぱいおりました。はい、この道、ここが京都外環です。京都外環状線、ちょっと国道じゃなくてこれ県道やと思うんですが、県道は117号線ですね。117です。県道117、京都外環状線をこれを北方面へ向かってます。この道路もね、日中お昼間走ると大変渋滞きついんでご注意ください。滋賀の大津のあたりから、まあ、大阪の方に会社帰ろうかなとかいうトラックとかは結構走るんですよね。高速帯が出ないというか出してくれへんっていうので。でも京都東から京都南まで一区間ぐらい乗った方が楽なんちゃうかな。新しいルートでご案内します。これ平日の昼間は京都外間この道路なんか走りたくないね。本当に渋滞がひどいんでね。この渋滞下手したらね、京都南のあたり行くまでに1時間ぐらいかかるみたいなことになってくるんで、そうなるともう自腹切ってでもお金出してでも早く帰りたい感じもしますけど、ね、およそ300メートル先、はい、看板見えてまいりました、京都の府道117号線北上してます。京都外間を北上してます。これを間もなく右方向です。間もなく、これ交差点名なんやろ、
交差点名がちょっとわからんけれども、これが国道1号線です。はい、この国道1号線右折します。はい、国道1号線京都の方から滋賀の方に向かって走ってますが、滋賀県の方へ。まだここ京都府です。先ほど曲がった交差点、東野っていう交差点ですね。この辺りも大変交通量多いんですよ。すごいな、わざわざ真ん中を走る車。見てください、これ。右車線と左車線があるのに、わざわざ真ん中を走りますよ。ね。滋賀方面向かって走っております。およそ 700m 先、斜め左、高速道路入り口です。先ほどの 京都外間から1キロ、2キロ、3キロ、3キロも走らんな。まあそれぐらい、もう すぐですね、つながりますんで、こうして1号線ちょっと走ったら名神高速の京都東に。300メートル先、斜め左、高速道路入り口です。こういう乗り継ぎをされてもいいのではないでしょうか。先ほどのね、久美山ジャンクション左に出て、京都縦貫道、名神高速の方に走り、北方面に取りますね。で、まあ、2区間ぐらい京都縦貫道を走ったら名神高速に合流するんですが、それを吹田方面、西宮方面に西に向いて走ることもできるんですが、名神高速もちろん名古屋方面東向いて走ることもできるんで、その名神高速大山崎のジャンクションから、京都南を越えて、京都東という形で来ることもできました。ちょっと第二京阪とね、阪神高速8号の京都線が値段がお高いので、京滋バイパスの名神回った方が安いかもしれません。ちょっとどっちが安いかはちょっと調べてません。はい、京都東、南ではありませんよ、京都東入り口です。名神高速京都東入り口、入り口のところ迷惑なんで、ああやってハザード焚いてね、入り口のところで路上駐車しないようにお願いします。あれ違反ですよ、されないようにお願いします。駐車場じゃないんでね。まもなく料金所です。続いて斜め左方向です。はい、ここの合流がね、区間が短くて危ないんで注意してください。かなり乗ってくる 車が多いので、注意してください。坂きついな、登らんな全然。はい、右側車線が大阪方面、左側車線が名古屋方面です。名神高速、京都東入り口です。京都東インター入り口です。インター入り口、入りました。名古屋方面行くんやったら、一番左の ETC と一般の複合レーン入った方が良かったですね。これは左側から追い越しかけてくる車今おったんですけど、右の一個右の真ん中レーンにある ETC レーンを通ると大阪方面は入りやすいけど、名古屋方面行くんはちょっと無理やり合流する形っていうか、左から料金所でね、追い越しなんかかけるようなバカみたいな運転する方が悪いっちゃ悪いんやけど、ね、
ちょっと小ましなところで含めた抜けよということですが、要は右車出てすぐ左に行かないといけないのに、距離もないところで左から追い越しかけられたりしたらもう行けなくなってしまうので、一番左の一般 ETC の複合レーン加速通られた方がいいかもしれませんね。はい、今名神高速乗りました。名神高速京都東インターから乗りました。名神高速東行き、名古屋方面およそ2キロ先左方向、高速道路、出口です。まもなく大津の出口です。大津はサービスエリアかな、パーキングエリアかな、多分大津ね、レストランがあってね、美味しいものが食べれたはず、多分グルメ的なことを言えば、まあ、わざわざ大津のサービスエリア寄って、そんな高級な、なんか牛肉かなんかのステーキかなんかの多分定食みたいなのあったと思うけど、その高い肉、美味しい肉、多分出てくるんじゃないかな。3000円くらいするんちゃうかな、多分。間は歩行して近いのでわざわざ高速乗ることもないんですけどね、一応高速の乗り方というかご紹介いたしました。左方向高速道路出口です。大津サービスエリア大津出口、こちらにございます。左手です。うわー、眩しいな朝日が。はい、2本立ての動画にしました。いかがだったでしょうか。斜め右方向です。その先料金所です。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねボタンお願いいたします。今日から言い始めました。チャンネル登録もお願いいたします。全然誰も登録してくれへんのでちょっと寂しがっておるので、もしよかったらですけども登録いただけたらなと思います。いいねもね、若干2人ぐらいファンが2人ほどいていいね押してくれてるんですけど、よかったら皆さん押してください。ご視聴ありがとうございました。大津の大津インター出口です。これ名神高速大津インター出口です。ご視聴ありがとうございました。ただいまの時間、令和元年2019年12月1日日曜日7時33分です。ご視聴ありがとうございました。まもなく斜め左方向です。ありがとうございました。